はい、こちらのバイクでですね、トグシーですね、はい、海洋公園から、こちらの方にお伺いしております。ですね、多分ここ公園になっておりまして、公園の先を抜けるとビーチになっていると思いますので、今から行ってみたいと思います。これ波の音かな、すごい波の音が聞こえますね。あそこちょっとまず展望台みたいなのがあるので、そちらの方に向かっていきたいと思います。はい、展望台上り口ですね。上り口っていうかな、上にはホエルウォッチングの見えるかな、これクジラですかね、クジラがオブジェとしてついております。あ、青い、ちょっと見えるけど青いぞ海が。さあ行ってみたいと思います。うわ、青い、めっちゃ綺麗。皆さんこれ映りますかね、映ってますかね。めちゃ青いで綺麗ですよ。うわー、たまらん、最高ですね。ちょっとここでですね、後で三振引いてみたいと思います。下に降りてきました。今も目の前にですね、見えているビーチの方へ向かっていきたいと思います。楽しんできましたね。ちょっと、東屋の方で雨宿りをしていたので、さっきの天候とは打って変わっての路面、さあ雨やみましたんで、アハレンビーチ行ってみましょう。なんかものすごさ、ヒドランサーさんがすごい素直そうなお姉さんやったね。びっくりした、よう分かったねと思った。これ方言があんまないけんね。三振持ってけ、大体こっちの人も回れるかも。三振持ってバイク乗ってきた。で、おったけん、なおさらそれに、んって聞き慣れん言葉というか、あれなんやろね。あ、晴れてきたね、やっぱり。こっち来て正解やったねけどね、雨は降るけど。俺も絶対雨降らんと思ったのに来たね。まあね、これは。
木の下いかんドタバタ。いや俺もそう思った。ほら熱で蒸気が出る。いや違うよ。焼けとったぜ道路。やっぱ雨降ったら涼しいね。ちょっとスッとする。湯煙。カメラで撮るからこの湯煙。どうだ？せっかく。撮影したのが全部、まあいいじゃん、映像だけでも。よかったですね。めっちゃ最高やった。バイクやけん、うろうろできるけん、ちょっとうろうろしてから、それでここら辺に飯食うところがあったっちゃうね。あ、これやめとこうかな。入ったら怒られそうな雰囲気だね。はい、ビーチ前ですね。綺麗な海、そして三振。